皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今日は、ドラムの話でもバイクの話でもなく、カメラの話なんですけども、カメラというかこのレンズのお話です。私2020年まで結構ポートレートの撮影をやってたんですけど、その時に必ず使うレンズが、こちらの3種類です。で、カメラ好きな方はもうお分かりだと思いますけど、キヤノンは今まで使ってた EF レンズがもうだんだんなくなってきて、ミラーレスに対応した RF レンズに、切り替わってる時期になってます。で、この3本については EF レンズです。私も徐々に RF に切り替えはしていますが、この3本については今も現役で、撮影で使ってます。で、ちょっと左から、ご紹介しますと、まずこれがですね、 EF の 100F2.8L マクロ、これマクロレンズなんですけど、ポートレートでは絶対必要なレンズです。このレンズはもちろんマクロレンズなので、かなり接近して撮影したり、あとはもう、クローズアップですね、もうその顔面のみの撮影なんかもありますので、その時にはものすごい威力を発揮します。で、RF レンズでももう販売されてます。 RF100 2.8L っていうのが、もう販売されてます。で、この真ん中のレンズ、これはかなりすごいですね。もうレンズの塊という感じで、まあこういう感じですよね。これがですね、EF85mmF1.2L2型です。 L2 ですね。このレンズもポートレートではもう最強レンズなんです。これは、絶対外せないレンズの一つで、シャープにも映るし、柔らかく、女性の非常にこの鋭い部分と柔らかい部分と両方このレンズはですね、映してくれるんですね。なので、このレンズも必ずポートレート撮影では使います。そして問題なのがこちらにあるこの巨大なレンズなんです。これはですね、この2本とはちょっと土俵が違うというか、これはすごいですよ、かなり。 EF200F2L 焦点距離が 200mm なんです。見てください、これ、こういうレンズなんです。で、このレンズはですね、まあ特殊は特殊なんです。で、なんで私が今日このレビューをお話しするかというと、実は、先ほども触れましたが、もうミラーレス対応の RF の100がもう販売されてます。そして RF85F1.2L これももちろん販売されてます。ところがこれがまだ出てないんですよね、 RF200の F2。 この200はですね、昨年ちらっと情報を得たんですけど、特許申請は出してるような情報があったんです。ただそれがですね、直接販売するかどうかはわからないです。なぜかというと、この 200mmF2 っていうのは焦点距離が、まあ飛び物撮影とかスポーツ、報道関係ですね、報道関係で 200mm の焦点距離っていうのはちょっと微妙なんですよね。まあ言ったら短いですね、300か400、場合によっては5600欲しい時もあります、スポーツカメラマンなんかは。だからこれには一体何使うかというと、私のようにポートレートをメインで撮影したり、まあ、風景で使う人もいるでしょうけど、実はその 200mm の焦点距離であれば、わざわざその F2 このレンズを使わなくても、
70-200F2.8 というすごく性能がいいレンズが、まあ、私ももちろんそれは、使ってるんですけど、それを使うことの方が多いと思います。で、何しろこのレンズって金額が相当します。もう80万とか90万とか普通にするぐらいのレンズなんです、このレンズは。で、例えば70-200だと、まあせいぜいしても30万ぐらいなんですよね。20万後半から30万、40万まではしないので、まあ80万90万で、これ1本で80万90万ということは、もうこういうレンズとかカメラ本体とかも全然もう買えちゃうんですよね。なので普通は、まあわざわざこのレンズをそれなりの金額払って買うっていうパターンはあまりないので、まあズームレンズでね、済ませちゃうっていうパターンが多いんですけど、私はこのレンズは撮影で持っていかないことはないです。必ずこのレンズは持っていきます。特にポートレート、女性のポートレートを撮るってなった場合は 100% これ使います。そのくらい信頼性があります。もう私の中では最後の、切り札のレンズなので、こっちで撮れないやつでもこっちでは間違いなくいい作品が撮れるんですね。もし RF200 の F2 をキャノンが作ってくれないとなると、これを私はもう使い続けるしかないです。場合によってもう一本欲しいぐらいです。これもう EF の200を、EF200F2 っていうやつをもう一本欲しい、そのぐらいすごいレンズなんです。で、今日はもう一度ですね、まあ EF レンズの高性能ぶりを振り返るということで、この3本のレンズを使ってポートレート撮影をしたいと思います。で、モデルさんも準備してます。埼玉県からわざわざ、この福島県まで、今日は来ていただいて、で、これから撮影をしたいと思います。このレンズっていうのは標準レンズではなく、まあ、中望遠レンズなんです。なので今日の撮影につきましては、フルショットって言って、まあ、頭からつま先まで写すフルショットの撮影は、まあ、これらでやっても、まあ、言ったらズームレンズでフルショット撮っても、この単焦点で撮っても ほぼ変わんないです。背景のボケがどうのか、背景のボケを強調するんであれば、もう寄って撮影しないと背景のボケっていうのはなかなか出にくいので、なので今日はですね、バストアップから、この胸から上バストアップ、そしてクローズアップ、顔を強調した、撮影、これをメインに、撮影をしていきたいと思います。ではまずは撮影の方に行ってきます。はい、ということでこれから撮影に移りたいと思います。ロケ地は今日は福島県の白河市、私の地元で撮影を行います。モデルにつきましては、先ほどご紹介いたしましたまいちゃんです。それではまいちゃん、どうぞ。皆さんこんにちは、まいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、実はまいちゃんは私の PV とか、インスタグラムのモデルとして、結構参加してもらってます。はい、なのでこれから今ここで撮影をしたいと思います。それでは。Thank you.
で撮影も終わりました。いかがだったでしょうか。皆さんもびっくりしたと思いますけど、今回のモデルはまいちゃん、まだ7歳、小学校1年生です。小学校1年生とはいえ、私もですね、非常に多くの女性の方を撮影してきましたが、彼女は今の小学校1年生のレベルではないです。普通の小学校1年生のレベルではないですね。彼女が3歳ぐらいからもう撮影はしてるんですけども、まあすごいですね。ポージングも表情もですね、私の指示が一切なく、まあ今回の撮影もそうだったんですけど、私の撮影、指示が一切なく、自らポージングを撮って、で、そのテンポが非常に速いですよね。なので今回は、あえて、舞ちゃんにお願いしました。で、作品の方もご覧になっていただいて、もうお分かりの通り、今回はですね、この200と、85と、そしてマクロ100、この3本を使って、舞ちゃんを撮影したんですけど、それぞれやっぱり特徴があると思います。シャープに映る。まあ、言ったらやっぱこのレンズは、比較的こう、キリッと映る感じが強いですね。でも、ボケを強調したいときは、ちゃんとそれなりに綺麗にね、柔らかい感じで、撮影ができると。で、今回ちょっと甘めにですね、絞りを開放、ほぼ、全部のレンズをほぼ開放にして撮影したんですけど、やっぱこの 85mm っていうのは、柔らかく、今回は柔らかく映しました。モデルさんの表情をですね、ふんわりこう撮れるように。で、このマクロレンズはやっぱりシャープに映りますのでね、キリッとした作例がご覧いただけたと思います。じゃあ次はですね、実はもう一つ、撮影、今日の撮影ではないんですけど、私が、過去に撮影した、作品の中から数点、今度は、素敵な大人の女性の作例を皆さんにお見せしたいと思います。で、カメラとレンズの組み合わせなんですけど、この200と 1DX2、 これの組み合わせの作例をですね、数枚、お見せしたいと思います。